旧正月を間近にした中国では、今年の干支の虎をデザインした年賀切手が発売されました。流星や吉祥を表しているはずのこの2枚の切手について、ネットユーザーの間からは、それとは逆の感想が聞こえてきます。中国メディアは、今年発行された2枚1組の虎が描かれた年賀切手について、1枚目は遠くを展望している虎を描くことで、国運が流星を誇ることを表し、 二枚目の小虎二匹を連れた母虎は子孫が繁栄し家庭が円満となることを表していると報じました。しかし多くのネットユーザーはこの年が切ってから全く違った感想を抱いています。今年の虎は痩せこけていて何とか立っているように見えるだけでなく不安げな顔をし迷いや恨みのあるような目つきをしている。今年は物質的にも精神的にも厳しい年となることを予言しているようだとの声が上がっています。 2枚目の切手については、子供2人を抱えた片親家庭を描いたようだとの声や、母虎が意気消沈したように見えることから、母虎が空腹に耐えながら子供を育て上げようとしているようだとの声もあります。2枚の切手に描かれた虎はどれも、意気揚々とした優位が独尊といった力強さがなく、ネットユーザーは不吉なことが起きる前触れではないかと指摘しています。NTD ジャパンがお伝えしました。